じゃあ問題演習もししてみましょうか太陽が、えー、とここにあってでエサバ A エサバ B エサバ C があるとしますねでえっ、ー、と太陽の方を向いた時にエサバ A は右に何度左に何度っていうことないですね太陽と同じ方向にあるから、えー、と右に0度まあ左に0度太陽の方を真上と見,たた真上と見立てた時に、えー、とどんなねあの A にエサバがあった場合にミツバチが素でどんなダンスを踊るかっていうと 太陽の方から太陽の方を向いたときに右にも左にもずれば0度なのでこんなダンスを踊ることになります。B はっていうと、まあ、結構やることやる必要ないかもしれないけどねえっとよいしょ太陽をまっすぐ見たときに太陽をまっすぐ見たときに太陽をまっすぐ見たときに B は まあ右も左も同じだけど左に180度太陽をまっすぐ上に見たときに左に180度方向転換したところに進んだ先にエサバ B があるねだからエサバ B の情報を伝えるときは太陽の方を真上に見立てたきに左に180度ね右でも同じだけどね 左に180度方向転換したいこんなダンスを踊ることになります太陽を見た時に左に180度回りなさいっていう情報を伝えているんだねでエサバシーは太陽を太陽を 見た時に右に30度太陽を見た時に右に30度右に30度太陽の方を見た時に右に30度方向転換した先にえっとエサバシーがあるよって意味エサバシーがあるねだからそれをダンスで伝えるんだから 上を太陽の方向だしたときに右に30度太陽の方向いた時太陽の方向いたときに右に30度体を向けなさいってメッセージを伝えるからこんなダンスを餌わし用えっと仲間に伝えるときは踊るあの踊ることになりますではえっと8の字ダンスの問題演習でした。